皆さんこんにちは。何やら面白そうなステージです。続セルゲーム開催、成功条件孫悟飯ビーデルピッコロを倒すということで、悪い方のそっち系ですね、やっていきたいと思います。使用キャラとしてはまあセルゲームなんでね、セル使ってきますか。完全体の力を試すいい機械。完全体の力を試すいい機械。完全体の力を試すいい普通のねアニメじゃ考えられないというセル3体で挑みたいと思います。行きましょう。こりゃあっという間に終わっちまいそうだ。こいつのどこにこれほどのパワーが隠されていたんだ。しゃっかりなる。どっかでセルミスだよな。そろそろ時間を止めてやるよ。このグルド様がこの程度の相手に苦戦するとは。まあまあだな。来た来た。ギニュー特戦隊の赤いマグマ。ジース。ギニュー特戦隊の赤いマグマ。ジース様をよろしく。同じく青いハリケーン。バータ様もよろしくだぜ。やるじゃない。やっぱ杖火力やべえな。パーフェクトカメハメハ。なんていうことだ。俺がここまでやられるとは。どうしてその程度の攻撃で終わりか。これは思いっきりやったはずだ。ジース、この野郎、僕もやってくれやがっちゃ。感じまっただろうが。よっしゃ、あとはバーだ。ほら、そして来ました17号18号。さあゲームの時間だ。後から言い訳しなくて済むように最初から全力で来るんだね。セル、お前には一度やられているからな。一泡吹かせる日を待ってたぜ。うわやべ、めっちゃ引っ張られた。吸収したはずだが、おやおや、これは意外なゲストのご登場だ。あんたには消えてもらうよ。お仕事消えてなくなる。死ぬわ。驚いたな。消えてなくなる。ここまで強いやつがいるなんて。そう簡単にいくと思うなよ。これ意外に17号の方が効いてるパターンだよね。この俺を馬鹿にするな。冗談じゃないよこんなの。でラスト3体来るでしょう。よっしゃ、強いじゃないか。来た来た来た。待っててください。今助けますから。ビーデルとか初めて戦うかも。さっさとかかってこい。あなたセルね。今度は私がやっつけられる。また身の程知らずのバカが現れる。なんでこんな強いの。
いてなくなれ。ハミハミハお仕事聞いてなくなれ。ハミハミハ聞いてろ。これ以上はまずいぞ。こいつどこにこんな力を隠していた。すが危ねまさかこんな奴がいるなんて。やばい。よし、ラスト。忠告しておく。こんな戦い方では通用せん。おいおい、どこにいるや。そうそれ。マジかよ。私がお前ごとに消えた。お仕事聞いてなくなれ。当たんねえんだよなマジで。ただものじゃ。ああ大成功とか超むずくね。チャンピオンの弟子にしては地味な。ファイティングポーズゲット。ファイティングポーズ持ってたよな。だから気力を早く回復するみたいなやつでしょ。はい、ということで今回は、セルゲームの続編ということでやってきました。また次回のゼノバースでお会いいたしましょう。さよなら。